キトサップ海軍基地は、ワシントン州のキトサップ半島に位置するアメリカ海軍基地。2004年、ブレマートン海軍施設とバンゴール海軍潜水艦基地を併合して、設立された。キトサップ海軍基地の任務は西、ビュージェット水道全体の海軍艦隊の母港としてあること、および基地運用サービスを提供することであり、同基地を母港とする水上艦艇。 艦隊弾道ミサイル潜水艦及びその他の原子力潜水艦への支援を含んでいる。キトサップ海軍基地は同基地に所在する戦闘司令部や海軍活動、艦船の乗員や民間人雇用者のニーズに見合ったサービス、プログラム及び施設を提供している。キトサップは全米で3番目に大きい海軍基地で、 原子力艦艇に対応できるアメリカ海軍造船省4箇所のうちの一つで、二つある戦略核兵器施設の一つであり、海軍最大の燃料貯蔵所である。海軍北西地区では最大の海軍組織であり、ブレマートン、バンゴール、マンチェスター及びキーポートに所在する諸施設から待っている。2005年には海軍において、 最良の基地を検証する卓越した施設に対する最高司令官賞を受賞した。バンゴール海軍潜水艦基地の歴史は1942年に始まり、第二次世界大戦中にはアジア、太平洋戦域向けの弾薬船積み施設になった。基地を拡張し高級的な海軍基地とするため、アメリカ海軍はバンゴール近郊のフット運河沿いの土地7676エーカーを 約1870万ドルで購入した。海軍弾薬庫が1944年6月5日に完成し、1945年1月から運用を開始した。2004年、バンゴールはブレマートン海軍施設と並行され、キトサップ海軍基地となった。第二次世界大戦に始まり、朝鮮戦争及びベトナム戦争。 1973年1月まで、バンゴール別艦は艦船に搭載される在来型兵器の積載に責任を負う海軍難薬庫としてサービスを継続した。1973年、海軍はバンゴール基地をトライデント SSBM を搭載した弾道ミサイル潜水艦であるオハイオ級原子力潜水艦の最初の船体の母港として選定したことを発表した。 1977年2月1日、トライデント搭載潜水艦基地が公式に活動を開始した。ヒトサップ海軍基地には原子力潜水艦に搭載されるトライデント弾道ミサイルのためのメンテナンス及び交換部品を提供し、予備核弾頭の保管庫である太平洋戦略兵器施設がある。こうしたトライデント潜水艦基地はアメリカ海軍には2つあり、バンゴールは 太平洋艦隊にとって唯一のものであり、大西洋艦隊ではキングズベイ海軍潜水艦基地が相当する。ブレマートン海軍施設にはブレマートン海軍病院がある。2004年、バンゴール海軍基地と併合されキトサップ海軍基地となった。2009年11月2日、82歳のウィリアム・ J ・ビシェル司祭を含む5人の抗議者が、 核弾頭を保管したバンカーに近接したエリアに2カ所のフェンスを切断して侵入した。逮捕されるまで抗議者たちは横断幕を掲げ地面に血をぶちまけ、ひまわりの種をまき散らし祈りを捧げた。ビシェルは2012年2月9日に連邦刑務所から釈放された。ありがとうございます。